スーパーサイヤ人となった俺にかなうものなどいない。さあ行くぞ。やはりそんな程度だろうな。ヤリックホーン、ヤリックホール。何をしてる。覚悟しやがれ。何をしても無駄だ。何をしても無駄だ。エネルギーはもらったぞ。感じないんだろう。ラッキーだったな。
様らガラクタ人形の計算が狂ったか。何をしても無駄だ。エネルギーは終わったぞ。どう感じるのか、人形野郎でも。くらえ！こいつがスーパーベジータのビッグバンアタックだ！随分とエネルギーを使ってしまった。俺を倒すなら今がチャンス。貴様がいくら想像以上に強くてもその程度では。逃がさんぞ。俺も行くぞ。人造人間の最後だけでも確認したい。俺も行く。僕も。分かった。だが戦おうとはするな。お前たちの手に。奴は岩場に姿を隠しているはずだ。さらなる脅威、未知の人造人間たち。あの人造人間、思ったより頭が回るようだ。ご飯たちからは見つけたという連絡もない。念のために直接。火を感じることができるのは厄介だな。いたか、クリン。ダメだ。岩場にうまく隠れてやがる。まだこの岩場から出た形跡はない。どこかに身を潜めているはずだ。ザコがいるようだな。ご飯。ごめんなさい。そうか。はっ。はっ。ベジータ、あの野郎思ったより素早い。ザコがいるようだな。片付けて。魔神光殺法。呪文だ。
俺の目でもまだ探し出せん。くそ、もう逃げてしまったかもしれんな。これでは仲間を呼べまい。ではエネルギーをいただくぞ。ご飯来てくれ、人造人間が。ピッコロさん、 あっちだ。このまま死んでしまえ。なぜだ。あいつに見つかるわけは。助かったぞ、ご飯。クリリさん、ピッコロさんに先祖。俺にやらせろ。どうにでもなエネルギーをいただくぞ。Check!
片付けてくれる。片付けてくれ。何？これが心のパワーだと。一人で私と戦おうとしたことを後悔するがいい。どうにでも。貴様程度ならどうにでも。バカだ、こんなことも。どうした、想定外か。様程度なら、どうにでも。片付けてくれ。エネルギーはもらったぞ。やはり計算の通りのようだな。俺を見込んだ。俺たちは戦いで一気にエネルギーを増幅させるんだ。貴様がさっき奪ったエネルギーを消えてもいいんだ。俺の知ってる人造人間とは違う。どういうことだ。みんな一体何と戦ってるんだ。己、ピッコロまでもがここまで力を上げていたとは。とんでもない誤算だ。帰るしかない。研究所に。本来の歴史では俺たちは全滅させられるはずだったが、未来は変わってしまうようだな。ん？やっほー！今だ！貴様らには絶対に勝ち目はない！17号と18号が今に貴様らを殺しに来るぞ！何？にゃー！母さん！トランクスだと？俺のガキと同じ名前だ。未来から来た。そうか。大丈夫でしたか？お前、あの時の。わざわざ来てくれたのか。はい。あなたたちの応援をしようと思って。しかし、奴は一体。ち、あの人形野郎。煙に紛れて逃げやがったか。くそ。
なぜ奥さんや子供を助けようとしなかったんですか。くだらん。俺はそんなことに興味がないんだ。ここに来る途中、破壊されていた人造人間を見たのですが、あなたたちが戦っていた人造人間と俺の知っている人造人間とは、だったらあいつは何だ。大した問題じゃないんじゃないか。歴史がちょっと変わってるとか。ねえ、さっきの変なジジイが人造人間だったの。え、そうあれは多分ドクターゲロ本人よ。科学者の本で写真見たことあるもの。多分生き続けたくて自分まで改造したんだと思うわ。そんな、前に俺が過去に来てしまったことで歴史そのものがずれてしまったのか。奴が17号と18号と言っていたな。そいつらがお前教えろ。そいつらの特徴。はい、17号は長い黒髪の少年です。18号は可愛い女の子タイプ。服装は俺みたいな。女の子タイプかよ。ブルマ、ドクターゲルの研究所の場所がわかるか。確か北の方の山じゃなかったかしら。洞窟を改造した研究所って噂があったはずよ。それにしてもレッドリボン軍のお抱えだってのは知らなかったわ。なるほど、ドクターゲロが研究所に戻って17号と18号を目覚めさせる前に。俺はそんな臆病なことはせん。真っ先にこの俺の手で片付けてやりたいだけだ。いけません。研究所を見つけたら人造人間が動き、もしそれが間に合わなかったら孫悟空さんの病気が治る。カカロットを待つ必要はない。この俺もスーパーサイヤ人になったんだ。同じスーパーサイヤ人ならあんな奴より王子の俺の方が数段強いに決まっている。邪魔はさせんぞ。確かにスーパーサイヤ人の力を得た今のベジータなら人造人間たち。俺もスーパーサイヤ人になれるんですよ。だが奴らにはかなわなかった。俺も行きます。嫌な奴だが。お父さん。お父さん。もう黙っていても意味はない。あいつの名はトランクス。父はベジータ。母はお前だ。あいつはお前が抱いているその赤ん坊の成長。そうだったの。やっとわかったぞ。あいつもスーパーサイヤ人になれたわけだ。どうやら人造人間は動き出す前に、お前たちも俺と一緒にドクターゲルの研究所を探してくれ。そうだな。はい、ブルマさん、お父さんにこのことを知らせておいてください。もし。いいけど、どうやって知らせるわけ。壊れちゃう。ご飯、お前が連れてってやる。はい、よし、行くぞ。おう。急げ、人造人間が動き出す前に研究所を見つけるんだ。